どうもエルザです。それではクラッシュバンディク4をやっていきたいと思います。さて前回はね、キリがよくあったと思うんだけど、あの後実はライブ中にスキン集めしまして、一応クラッシュの鶏だねもうゲットしたんだけど、今見てたら新しくなんか条件解除したみたいで、この辺り多分ボスだろうね。で、ここも同じように原始人あると、これかっこいいね、なんか似合ってるね。まあでもね、今回せっかくニワトリ手に入れたんで、ニワトリでやっていきたいと思います。さあやっていきましょう。とりあえず3回でクリアだね、目指すは3回以内。バカ面やなー、相変わらず。で、タイトルに波乗りジェットスターだ、ジェットだったかな、ジェットサーフィンだったんだけど、多分初代の時からあるあれかなとは思ってるんだけどね。で、今回は、いつもと違うPS4 のコントローラーでやってみようかなと。前回はね、違うコントローラーでしてたんで。ほい。まあ何かとね、PS5 のコントローラーは今いわくつきなんで、僕の中では。さて、ないよね。ほう。意外とないか。まあまあこの辺りはね。うおっ、危なっ、投げてくるんかあれ。左割りさすがにいけないよね。よし、さあ今んとこ大丈夫。おっ、よし、ないね。もうね、できるだけ箱は集めきりたいからね。さてチェックポイントはまだか。危ない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 。絶対なんかあるでしょう。ないの？ありそうな感じしたけどな。あー、まあいいや。はい。あー、やっぱこれか。ジェットサーフィンか。懐かしい。ニワトリが頑張ってるよ。はいはいはい。おお、ブーストも長くできるんだ。ちょっと待って、一つ一つ。いやー、これだいぶ進化したね。1とかの、まあ、3まであったかあれだけど、1回押してブーストみたいな感じなんだよね。無傷。なんかね、この記憶のかけらのテープは1回も死なずに来ないとダメらしいですね、ここまでね。まあ、記憶のかけらはまたそのうちやっていこうかな。さあやっていこう。はい。多分ね、デス数入らないのよね。よしよし。赤く持ってたら無駄になるっていうだけか。
まあね、できるだけリンゴを無駄にしたくないから。どぶなー。それはひどいな。で2、3、4、8、9で OK。 はい、りょうさんこんばんは。まだ始めたばっかりなんでね。ちょっと練習を。いや、ちょっとプレボのコントローラー買って悪いかも。絶対この上あるんじゃないと思ったらなかったね。乗って、はい。ああもうこれはジャンプはしなくていいかな。クリアしてるね。よしよし。そうか。あーはー。あ、そういう風にできるのか。はい。と。オッケーオッケー。よし。んーで。しゃがみジャンプでいけたよね。やっべえなー。ほいほいほい。まずは回転回転。はい。急に難くなったな。さあ、あと1回か。でもここで赤上がるのはいいね。でもブロックはない。よし。はい。今回なんか隠しっぽいのがないんだよね、ブロックがね。波乗りどこ行ったんだろうね。波乗り要素が最初だけだった気が。やっぱ。アクアクさん、あったね、ダイヤ。よし。はあ。まあ、さすがにいけないか。あいつやばいな。ウツボか何かかな。あれ消えた。マジで。さあどうしよっかな。嫌だなこれ。これ嫌だな。お、カラーダイヤかー。じゃあここ集まりきらないな。頑張ったところでって感じだな。ほっ。あぶねー。
あったあった。そうなんだよね、カラーダイヤが出ると揃わないんだよな。1個あるね。踏んで刻んでいく感じか。ない。出して、はい、いいよ、順調だよね。今日は順調、今のところ。よし、 OK で、やっちまったー。まだゴール先なんだね。おい、ないかな。ないね。さすがにない、ないよね。よしよし、追っかけてくるのかあいつら。あー、危ねえ。よしよし、処理ありがとう。よし、ありがとう。あのネズミたちも役に立つな。あぶねえ。おっと、リンゴゲットの爆発の、やめてーって。あー、よかった、クワッカー失ってないからちゃんと無傷だね。あ、やべ、やっぱやばいやばい、いけ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 、よし。はあ、長くないコース。もうこのコース今10分ぐらいやってるからね。あ、でももうちょい、3つはゲットしたけど、あと24個か。ボス戦ですね。あーは、ちょっと待って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 、よし、あー、ダメ。タイミング難しすぎるだろ。抜けるしかないよね。よし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 、やれやれ、ネズミども。よし、ダメ、あー、お、ダメだね。よし、あとちょい、よっしゃー、オッケー。はあ、これいかんやろ、最後持ってくるので。やっぱね、あとカラーダイヤ分だね。
うん、箱だけ。じゃあ次。赤のダークマターそのものだ。おいクラッシュ、気をつけて。おお、よしよし、目が覚めたな。オッケー、これで残りのマスクは2つだ。少し落ち着いたよ。これまでのパニックレベルを10とすると今は 9.78。 そうだ、バンディクーたちと助けに来たんだ。バンディクーくんかい。あんま喋らないけど、いいやつさ。さあ、新しいマスクゲットだね。どんな感じだろうね。重力系な感じの気がしたけど、だいぶ重そうだったもんね。あ、そういうことか。あいつは一応このステージのボスなのか。はあ、じゃあ次原始人で行っちゃおうか。さあ、修行の始まり。1402年ってちょっと戻ったね。で、次のマスクは？ここじゃないな。まったく、あいつらが穴を開けなかったら道を作って探せたのに。はあ、遠回りするしかないか。でも、この辺りにもありそうな気が。皆さん、お楽しみを用意しましたよ。私の実験場にたどり着いたあなたたちに素敵なご褒美があります。私の恐ろしい発明に勝つことができたらの話ですがね。おお、消えたけど、うん、相変わらず気持ち悪い感じだったな、あいつは。さあ、早速ダークマタースピン。おお、重い。はあ、はあ、おお、すげえ、ジャンプ力高っ。ああ、コマみたいな感じで延々と動くんだね。こうやってチュートリアルさせておいて隠しがあるとかね、そういうことはなさそう。へえ、ジャンプ力が上がるのはちょっと面白いかな。ない？よし、ね、じゃあダブルジャンプでいけると。ああ、爆発は一緒ってことか。これはこれは久しぶり。あれから喋るってやべえな。危ない。よし、秘密ゲット。嘘だろ。嘘だろ。あぶねむ。これ気抜いたら一瞬で終わる。おお、やっぱ飛べるな。あ、溶けた。よし、すでに2回やられてるけど、あー、なんか感覚が鈍る。この人たちに良くない効果を与えたのです。あなたで試したいのですが。
試すな。さて慎重に行きたいけど、なんかあったね。よいしょ。OK。ないかな ?OK かな、よしよし。いやー、ちょっと待った。ほう。あ、そういう倒し方じゃなかったのね。難しいな。これを押すのがめんどくさいな。めんどくさいって言ってしまったけど。あった。いや、ないか。ほい。で、これをまずあえて触らずに。いいパターンとかあるんだ。それ意外だな。さすがにいけないよね。で、試したいのが、あー、やっぱいけないか。でもどう、あれはいらないってことか。さ、戻ってきたね。意外と早かったね。よし。ほい。ほいっと。これでオッケー。あぶない。よし。実験したくなかったのですが、ほら、頼もうからオムレツを作る。超強力な土があって奪うでかい。他の動物が。で、おー、ナスト。なんだろうね、全然てか分かればいけるんだろうけどって感じだけど、鳥はあ、で、いけないか。いやーな。ちょっと待った。マジで？あれ潰れちゃったね。もう仕方ないね。下がる一歩手前で、で多分あれ一歩残しとかないと戻れない気がするんだよな。
まあね、ボーナスはいくら死んでもねカウントされないんで。よし、次こそはこの落ちてきた瞬間にね、多分鼻が当たっててやられたみたいな感じだね。で、最後の関門がこれね、意外と挟まるのよね。よし、クリア。おー、危ね。ちょ、よし、あれはひどいわ。右右で行けるんだけど、あぶな。リンゴはなし。まあ3つあるから OK だね。だよね。あーマジか、今のダメ。ダメ。いやーちょっと待った。抜けてからだよね。おい、あ、チェック取ったけど取れてないことになってるんだ。マジか。それともあえて取ってなかった。いや取りたいね、あれは。そこやっぱ取ってなかったんだ。なんて発動しないの。マジか。あーやっぱ連続の感覚があるのか。さあ205か。1個。マジか、1個か。こんだけ頑張って1個か。これだよな、クラッシュ。どこだ？いや、めっちゃむ、あ、なんか今のは悔しいな。よし、ということで、第5話目ですね。は、ここまでにしたいなと思います。ライブ見てる方は引き続きとなりますのでお待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。